ライトリミテッドって、はい、結構今いろんなバッテが増えてきた。どういう釣りに一番ベスト使いやすいとかって。一応エアーじゃないんですけど、はい、SV とエアーの中間のところを狙ってて、はいはい、まあ、下側だと、まあ、4グラムぐらいまでの4グラムぐらいからキャスト可能で、はい、キャスト可能で、あと並木さんがよく12ポンドで、はい、エアーでヘビダンとかを使ってたりして、でその理由は結構奥のところから引っこ抜くために、はい、細い糸だとやっぱ弱いっていうところで、で12ポンドとか太い糸を使ってるんですけど、はい、ただエアーで12ポンド巻くと全然負けないんで、はい、ただ SV だと糸巻き量が多すぎるってところで、並木さんがここ中間ところっていうのを、まあ、ちょっとセッティングしたっていうのが、まあ、それだとこのスプールだと12ポンドで何メートルぐらい入る？12ポンドだと大体50から55ぐらいの。あ、じゃあそれで、まあ、30とか40のピッチングできる距離入れといて、はい、フレッシュなラインで入れ替えに入れ替えてっていう感じで。そうですね。エアーだと多分、ま、ほとんど全巻き直ししないとその都度なっちゃうんで。もう 150g 切っちゃってるんですね。なんかもう、まあ、そうですね。ギアヒー 6.3 だと150切りますね。こっちだと140、140、140。 8.1 は若干ちょっと重いですけど。じゃあもう軽い方面はこれが間違いなくて、がっちり巻き物やりたい人は遼河とか、まあ、そうですね、あそこら辺で選んでいくと18台場は。60周年の楽しかったからな、段階追って公開してきて、これ結構早めに情報が出てましたけどね。ありがとうございます。いや、やっぱマイクロベアリングって小さめの、まあ、軽いものを投げやすいベアリングが入ってますけど、じゃあ通常のベアリングが入ってるので、ですから12ポンドぐらい巻いてちょっと重いものをベアリングへのまあダメージです。そうですね。